さ買ってきましたよ、ローソンでね、お酒とおつまみもね、もう買っときましたよと。ね、もうね、だいぶ慣れてきましたよね。もうね、鍵付き防音個室ね、利用の時はね、基本的に中に、飲食がね、持ち込みはできるんですけど、お店のね、ものが買えないってことなんで、そうそうそう、あれもね、大人の事情ってやつでございますからね。そう、だからね、ここでもうおつまみも買っといてね、ちょうどね、20円引きとかになっとったんだよな、ちょうどいいやってんでね。で、イオンはもう閉まっちゃってる感じかな。ね、そうそうそう。で、バローも近くにあるみたいなんですけどね。うん。どっちも多分もうちょっと時間が終わってるみたいで。で、あ、ここは天然温泉、湯の城。へぇー。とわりそばなんてのもある。まあ、これは全部あれか。キャッスルと併設になってるのか。っていうか、イオンでけえな。大垣、イオン、大垣南店でしたっけ？うん。ね。いろいろありますよ。ただ、暗い。で、わかるかな？パチンコ屋さんの、その LED が眩しいんで、足元が逆に見づらいね。で、ここからもうちょっと歩いたら、もうね、ダイソー国道の方にぶつかるはずなんで、ああ、でもそっか。温泉いいな。なるほど、なるほど。早めに、もうちょっと早めにこれ取ればね、ちょっと温泉も使ってとかね。あとは、多分、普通に四日市からね、大垣の方、こっちの方に観光に来るなら、多分、まあ、ぶっちゃけマイカーで来る方が絶対楽だと思いますんで、まあ、私ちょっとね、いろんな事情で、ちょっと車を使った、こういった移動がね、だいぶ自粛してますんで、ね、それがあって、今回はこういう感じでね、歩いたりしてやってますけど、温泉入りたいですね。それでなくてもね、なかなか今、コロナの影響でね、温泉の利用も、だいぶちょっと制約がね、かかってますからね、とりあえず宿を確保しやんことにはね、ただ、そう。飯に関しては、その、快活クラブの周りが大層国道なんでね、私も何回も走ったことがあるところでございますから、何でも何かしらあります。本当に、快活クラブがそこなんやから、ね、吉野家なんかがすぐ近くにあったはずなんですよ。ですからね、他にもね、何かしら飲食店がずらーって、大層国道の、中でも飲食店が揃ってるあたりにあるはずなんで、そのあたりは不安視してません。まあ、モーニングはね、いざとなったら、ただのが食べれますし、というか多分ただのモーニング使うのかな。バスの最初の時間が7時55分とかってなってたかな。7時以来後半なんで、でも、ほんと歩いて5分もかからんようなところにバス停があるらしいんで、まあ大層国道沿いに走ってますからね。ですからまあ朝飯はね、もう快活クラブのモーニングで済ませるとして、問題は、夕飯ですよね。なんでまずいか、ここはもう閉まっちゃったか。特米は閉まっちゃってるな、うん、まあまあまあ吉野家だったと思う。松屋だったかもしれないけど、確か吉野家があったはずなんで、まあ、どちらにしても多分ね、24時間営業してるはずですから、ね、ここは大丈夫かな。ここのバローはあれか、ホームセンターと併設の大きいバローなんだ。すごいですね。で、ツタヤもでっかいのがあるけど、まあ、大きい、ザ・郊外型ですね。ね、車で来るならこの辺りやぞと、ね、この徒歩の私に、ね、向かって言いつけてきておりますよね。まあ、実際、車で、便利なところですよね。で、大垣市は優秀というか、ありがたいのは、1本入ってるんですよね、大層国道沿いから。大層国道沿いに作られるとね、ここがまた渋滞のポイントになってしまうんですけど、1本、完全に中に入ったところに作ってあるんで、交通面でもね、非常に使い勝手がいい構造になってますよね。結構5番の目になってますし、で、幹線道路が分かりやすくどんどんと十字で交わって、
行きたいところに向かいやすい。大垣は本当に車の便もいいですし、で電車のね公共交通もね、JR が頻繁に名古屋の方面まで走っておりますし、ね、岐阜のね、岐阜市の方に、抜けていくのにも便利だし、ね、で養老鉄道も走っておるしということでね、非常に便利ですよということですね。で、そう、ね、それはね、これから行くね、今日のメインディッシュはね、穂積駅でございますから、穂積もね、同じように、列車が、ね、本数多かったですもんね、前回見に行った時も。あ、それさすが東海道本線ね、大垣までは本当に本数が多いんで、ちょうどその間にありますから、だからベッドダウン的な要素も持ってるのかな、岐阜市にも行けるし、大垣市にもね、行きますし、確かに便利な駅なんですよ、ね。で、垂水鉄道が垂水鉄道で走ってますんで、北の方にもね、抜けれるってこと、いろいろと便利ですよね。この先の橋を越えたら、大宗国道があるはずなんで、いや、やっぱこうやって歩くと、でかいですよね、イオンって。端っこから端っこまでこの距離ありますからね。あ、ちなみに、ここのイオンはダイソーが入ってるんですね。で、実はこの大垣市っていうのは何を隠そう、ダイソーのね、ライバルであります。セリアの本社があるのが、大垣のはずです。今も大垣にあるんじゃないかな。もともと大垣発祥なんですよね。ということなんでね、ここは本当にセリアのお膝元のダイソーってことなんで、相当力入ってるんじゃないかなということですね。なんかこういったところに来ると、セリアのなんかフラグシップ店みたいなやつがね、あっても面白そうですけどね。どうでしょう、100均で言うとセリア、ダイソーがまあ2トップな感じがありますけど、なんか戦略がね、やっぱあの2つ分かれましたよね。ダイソーは100均の店舗内に結構300円、500円のね、やつも置く、どんどん雑貨屋さん的な感じになってるのに対して、セリアはもう一貫して100円を通しますよね。で、300円の料金のやつは、3COINS って言ってね、300円の専門店を別テナントとして作るような形で、300円のちょっと、ね、のコスパ最強なやつを揃えてますよっていう、カジュアル雑貨な感じの300円のと100円のやつをブランドを完全に分けてね、管理するっていう風に、しましたんで、これはね、どちらがきっと出るのか、まあダイソーの場合は100円感を、出す上でその100円専門でやる方のがいいんですけど、ただ代わりに店舗数もともと持ってますからね、ダイソーは。で、売り場面積もそれだけのものを持ってますから、そこのところを有効活用して単価アップを狙えると、いうところですよね。で、ブランディング的にどうなっていくのかね、その2つのブランドをやろうと思うと、今度テナントとかそういったものを、別途用意しないといけなくなってきますんで、そのあたりがどちらの方があれなのかなっていうところですよね。で、3COINS は 3COINS で300円で、完全に特化してますから、うん、このあたりがどうなるのかちょっと見ものかなと思いながら見てますよね。で、話しとったら、あ、見えてきましたね、前に。見えるかな、これ。そうですよね、快活クラブだ、そら。もう本当にこの道すぐでいいんだ。お、なんかチェッカーマークがありますね。へー、カーファクトリーってなってますけど、これあれ、ちなみにチェッカーフラッグが2つ用意してあるのはアメリカンです。あれね、チェッカーフラッグって、ね、あのモータースポーツ好きな人だけに向けての話になりますし、でモータースポーツ好きな人なら大抵知ってる話だと思うんですけど、あのフラッグって国際基準でね、あのルールが決まってるんですけど、細かいところがアメリカ式とヨーロッパ式で違うんですよ。で、日本で一般的に用いられているのはいわゆるヨーロッパ方式で、アメリカだと
実はちょっと細かいところの違いがあって、例えばホワイトフラッグね、ホワイトフラッグっていうのが、例えばインディーとかですと、いわゆるラスト1周の時に、掲示される旗、ファイナルラップですよって伝える、旗が、ホワイトフラッグで、その1周後に、チェッカーフラッグを振るっていう流れなんですけど、ヨーロッパ式だとホワイトフラッグは何だったっけな、騎馬隊が追い越し禁止が解除になったらグリーンフラッグだし、スリップは違うな、黄色と赤のしましまだったりとかね、あるんですけどね、そのフラグによってその警告掲示とかに従ってそれでルールが定められますよっていうところなんですけど、でチェッカーフラッグも、ヨーロッパ式っていうのは、チェッカーの旗を片手でねフルフルフルとこう、あれ8の字だったかな、なんか一応ちゃんと決まりが あるみたいなんですけどね、振りますよっていうのがあって、で、まあ、こういった感じの振り方だったかな。で、アメリカの場合はチェッカーフラッグを両手で持ってね、両手でこうバタフライみたいにねバタバターっとファ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 ってね、やる、でいわゆるダブルチェッカーっていう形を取るんですけど、うん、で、チェッカーフラッグを振るっていう、実はそんな違いがヨーロッパとアメリカであったりしますけどね。さあ、なんて話しとね、吉野家あるでしょ、ほらほら大丈夫だ、でそこに食べ放題の店なんかもあるわな、何かしら沿ってますよ、大丈夫だ、よし、こんだけもうこの距離ですからね、先に宿を取っちゃいましょうね。今日は簡易なお出かけなんで、充電のやつもそんなに持ってませんからね、まさか前日のね、旅のね、前日の、しかもなんと宿快活クラブに着くまでのところでね、電池を1本使い切ると思いませんでしたね。いやついてに回しちゃったな、何やってんだろうね言うなればね、これサラダにの前のお通しぐらいのところですかね、まだ、まだコース料理の肉にたどり着くところからね、サラダにドレッシングすらかかってないよとね、最初のお通しのね、なんか枝豆からね、ポテトサラダかそれあたりがね、ちょろっと出てきたところらへんですよってね、いやコース料理で枝豆出てきたらあれか、居酒屋のコースだったらあるけどねまあ、で、いうのを置いといて、あ、他にもいろいろあるな、奥にもなんかいろいろある、あ、びっくりドンキなんかもあるし、まあドンキなら遅くまでやってるやろうしな、あ、でもパッと食べるのは吉野家でいいかな、よしよしよし、快活クラブだから多分シャワーも大丈夫だよね、快活クラブの無料シャワーに入ってしまうと他のところに行った時にね、300円とか400円取られるのがなんかすっげえ高く感じますよね、まあ、400円とかになってくると下手すりゃ銭湯だったらもっと安いところありますもんね、なんてこと思いながらね、そう考えると銭湯ってコスパ良かったんだよなって今更ながらに思ったりしますよね。でここは、大垣店だったかな、快活クラブのね、垣付き完全個室ありますよということでね、充電もしまくりできますということなんでね、空いてりゃいいんですけどね、早速行ってみようと思いますよ。さてと、ってことで無事垣付き防音個室取れましたよということでね、いや、やっぱそのね、鍵付きのところはね、他にもあったりしますけど、やっぱ鍵付き部分だとね、カメラ回せるから YouTuber 的にもありがたいですよね。さあ、でね、落ち着きましたし、今ね、9時56分、もう10時前、ですけど、まあまあ、ね、吉野家もありましたし、そんな食べるものには困らなさそうなんで、とりあえず荷物置いてね、言うてね、YouTuber 用の荷物ってね、重たいんです。そうだ、本当は、今日ね、またね、こんなね、チラシポットをね、最近持ち歩いてますんでね、そう、よくね、気にかけてね、YouTube なんですよかったなっていうのでね、渡すようにってね、結構意気込んでね、こんなにも作っちゃいましたんでね、そう、はがきサイズのね、やつで、
実際これ一枚一枚がねちゃんとしたハガキ用のね、あの昔僕でねこういうのを作ったりしてましたんで、一応ラムネとしてね、あの掲示とかもできるように両面テープまでね貼っときね、よかったお店でちょっとね貼っていただいてね、洗礼とかをとかっていうようなねやつとかもね、サンタして用意してるっていうね、効果のほどはいかほどかってところなんですけどね、今回もね、うん、まあ回ってね、まあ本当は四日市でね、いろいろ貼ってね、最終的にはね、あの名古屋に乗ってる物産地みたいなね、そう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 いうぐらいね、あの、地元に根ざしたね感じをやっていこうっていうところなんですけど、今回はねちょっと、ねこれはねでもあの、まあ、貴重なね、もう今の段階ね、あの今は138人ね、っていうことなんでね、コメントいただけるだけでも本当にありがたいですからね、そんな中でねそんな、ねお話も情報をいただきましたんで、ですので、ね、今度静岡も行きますんでね、そうそうそう、雑談してる場合じゃね、飯とりあえず荷物置いて飯を食べに行きましょう。